のまチューブ。はい、どうもー。さあ、今回のエイリアンインベージョンは、今ね、久しぶりに、アップデートあるかどうかっていうのはチェック、チャカチャカってしてんだけど、こちらの写真をね、ちょっと久しぶりに、と思ってね、今まで、こんなところ気にしてなかったんだけど、久しぶりに気にしたらですよ、アプリのね、ところなんだけど、これ写真、毎度変わったんだけどさ、もっとひどくなったよ。これ、何のゲーム？これ。プレビューって書いてるけど、これ、エイリアンインベージョンよね。エイリアンインベージョンね、開くってね、もうダウンロードしてるからね。ちょっと待って、こんなの見たことないんだけど、こんな遡ってボール持ってるっていうの。何これ？何のゲーム？これ。あ、ボスと戦ってるでしょう。こんなボスもいないもんね。これ、ボール転がしてるゲーム、これ。こんなモードもないよ。これ、ポータル色が違うね。なんか派手になってんな、ポータル。こんなね、パワーアップシステムじゃないしね。これ、これはなんか前、昔のね、広告動画にあったよね。広告とさ、本編が違うっていうのは、多々あるらしいんだけど、これ、アプリのさ、この、開く状態のこのアプリの画面でさ、このプレビュー画像がこんだけ本編と違うのってあるの？こういうのってアプリゲームだと。そこまでね、アプリゲーム数やったことないんだけど、そんなやってるわけじゃないんだけど、このエイリアンインベージョン、これやばいね、これね。ほんでね、今ちょっと待ってくださいよ。これなんか、オクトパスフィーストとかさ、こういうのもさ、見てみると、やっぱプレビューはほら、はい、ちょっと待って。これはまあね、偽りなくこういう感じの、これはね、ゲームですよ。っていうことだよね。普通そんな感じよね。それでですよ。また違うの多分出てくるから。少々お待ちください。エイリアンインベージョン。はい。これでございますね。これを見てみると、これ動画付きでね、見せてくれてますけど、これはね、ちょっとした紹介動画で、これも全然こんなステージないんだけどね。これあんまり紹介したことあると思う。全然違うゲームじゃんっていうのでね。パッと見ると、これはいいや。人間をむさぼり食うっていうのね。いい。これ何この檻に入ってるボスたちと戦ってるような感じの。で、これ全部紹介して新しい土地へ進出してって書いてるけど、こんなステージ一個もないぞ、これ。進化してより強くなる。でもこんな進化システムじゃないしね。放置系サバイバルロールプレイングゲームって。奥に恐竜が何のゲームだこれ。ちょっと待って、何のゲームこれ。これエイリアンインベージョンやったことがない人は、念のために言っときますけど、全くこれ内容違うからね。このゲームは。こんなゲームじゃありません。エイリアンインベージョンよね、これね。びっくりするよね。そう、そんな感じで、ますますプレビューが、全く違うゲームになってきてんなっていうね、驚きがあり、動画に急遽しましたということでございます。実際のゲームはね、いろいろ、ノマが過去にね、やってる通りの内容なんだけど、いや、このプレビューはひどいな。こっちの方が面白そうじゃん。こっちの方が面白そうじゃん。ちょっと待ってくれよ、本当に。っていう、プレビューがとんでもないことになってますっていう、今回の、動画は紹介動画でございます。ダメだ、こりゃ、エイリアンインベージョン。じゃあ、今回の動画、以上でございます。ご視聴ありがとうね。ノマチューブ。